You're currently watching Dunkman Yoshi TV. Dunk の神様とは一体？What's going on, guys? ダンクマヨシです。この前、デュレック・ローズとウエストブルックやって、今回もやっちゃおうかなと思って、やっぱり自分何が好きかって、NBA の試合よりも何よりも、ダンクが一番いつも見てるんで、試合のハイライトよりも、なんならダンクの方に注目するみたいな。だから今日もね、ダンクで有名な NBA 選手ということで、ダンクの神様、ビンス・カーターのダンクハイライトを一緒に見ていこうという企画です。まあ、ダンクマヨシっていうことで、こういった企画の方がなんからしいと思うし、自分も結構楽しんでるんで、今後もね、また似たようなやつを何本か作っていきたいと思ってます。まあね、最近のね、若い NBA ファンの人は知らない人も多いかもしれないんですけど、まあなんて言っても彼の全盛期は2000年の前半くらいかな。まあその辺のハイライトも入ったやつを今回見ていくんで、今回はね、ぜひ楽しんでいきましょう。はい、それでは早速いきましょう。上がりすぎでしょ。しかもベン・ウォーレス相手に当時の最強ディフェンダーですよ。まあこのダンクのポイントはなんといってもこの最高点と相手がベン・ウォーレスっていうのがポイントですね。このユニフォームもいいですよね。当時のラプターズ、黒と紫で。あ、これは360度回転してのダンク、綺麗に回ってますよね。もうダンクの芸術っていう点では彼がナンバーワンだと思います。本当に美しいというか。あ、これオールスターのやつですね。このダンクなぜか知らないけど、当時見ていたのめちゃくちゃ覚えてます。彼とトレイシー・マグレディがよくオールスター中にバックボードに当ててダンクするっていうのやってたから、こういったシーン結構印象に残ってますね。ん？あ、これね、アロンゾ・モーニングの上にポスターかましたやつ。まずこの相手のディフェンダーがめちゃくちゃ力が強くて、しかもブロックが上手い選手だから、そういった選手の上から決めたっていうことで当時めちゃくちゃ話題になりましたよね。ニュージャージーネッツ時代にジェイソン・ウィリアムスいますね。まあ、2005、6年ぐらいかな。アロンゾ・モーニングがこんな風に決められたシーンって他にありましたかね。ああ、これダラス・マブレックス時代、ロビン・ロペスがいるってことは結構最近ですよね。2010年代くらいですよね。これもサンズ時代、結構彼移籍してますよね。リバースダンク、このダンクの難易度時代はそんなに高くないんですけど、やっぱり彼がいると絵になりますよね。これもキングス時代、本当にいろんなチームでやってますよね。アーロン・ゴードンの上に決めてるし、彼のダウンを決めた後のこのジェスチャーもいいですよね。このバイク乗ってる感じの。グリズリーズ、これはホークス、本当いろんなチームでやってますよね。これとか本当一番最近なんじゃないですか、ホークスだから。だから40とかそれくらいですよね。40でこの両手ダンクって、トレイヤングもいるし、めちゃくちゃだからこれ最近ですよね。ああ、これもこのビンス・カーターが相手とボディコンタクト取りながらダンクするシーンってめちゃくちゃ絵になりますよね。これも彼ボールをつかめるから、そういったダンクが決まりやすいですよね。ネッツ時代、ネッツ時代めちゃくちゃ元気でしたよね。一回ファイナルとかも行ってますよね。この最高点高すぎでしょ。またトロントラプターズ、これもポスター。あ、これティム・ダンカン、いやこれ上がり方えげつないですね。ここまで上がってます。しかも踏み切り位置も結構遠いし、でこっから踏み込んでここまで上がってからのダンク、誰も止めれないでしょう。だってこの高さですよ。速攻、うお、この空中で取ってからのウィンドミル、本当にやばいですよね。だって回してる時も頭の位置はここですよ。っていうか、もう頭がリング超えてるし、やっぱこういうのってね、飛べば飛ぶほど綺麗に決まるから、これもまさにダンクの芸術ですよね。これマジックにもいましたっけ、キャブズ相手に両手ダンク。ドワイト・ハワードもいるから2000年の後半ぐらいですかね。
これも結構昔ですね。うわ、パンプダンクやばいでしょこれ。だっても最初ここで持ってて、ここまで下げてリバースダンク、空中で動きすぎでしょ。これはマーベリック次第。うわ、やっぱ彼のポスターダンクってめちゃくちゃ絵になりますよね。あ、ちなみにポスターダンクっていうのは相手が止めに来てるところにかましに行くダンクね。これもラプターズ時代。うわ、この空中でキャッチした瞬間のかっこよさよ。しかもリングからめちゃくちゃ離れてるし、それを決めるっていうね。これもマーベリック次第ですね。このポスターダンク、本当にこの彼がボールをここでこう持って突っ込んでいくっていうのめちゃくちゃ多いですよね。得意技ですよね。これはグリズリーズ相手、これルーディ・ゴベールの上に決めるってなかなかないですよね。うわ、これもアリウープからのリバースダンク、しかもディフェンダーも一緒に飛んでるけどお構いなし。はい、ってな感じで今回ビンス・カーターのダンクでした。ダンクの神様と言われている理由分かりました皆さん？なんかやっぱり他のダンカーと違いますよね。なんかこう絵になってるというか、もっともっと彼のいいダンクあるんですけど、まあ今回はこんなところで、皆さんはこれらのビンス・カーターのダンクについてどう思われましたか？ぜひぜひコメントしてください。